アンドレア・ピアーニはイタリアの画家である。ナポレオンの政権の支配下のミラノで働いた。ミラノの医者の息子に生まれた。1769年からミラノで医学を学び始めるが、美術に展示、ミラノの画家、ジュディッチに学んだ。壁画の技法を学び、1777年に教会の壁画を描き、その後も多くの壁画を描いた。 1790年と1791年に、ローマ、パルマ、ボローニャ、フィレンツェ、ナポリを旅し各地の装飾画を研究し、ミラノでの仕事に役立てた。フランス革命の後、1796年に、ミラノがナポレオンの軍の支配下に入ると、ナポレオンやその家族の肖像画を描き、パリの送られる芸術作品を選定する委員を務めた。 イタリア王にもなったナポレオン・モナパルトの最初の宮廷画家に1804年に任じられた。ミラノのブレラ美術アカデミーの会員にも選ばれた。1813年に脳卒中を患い麻痺が残ったことにより作品制作から離れた。1814年にナポレオンによって作られたイタリア王国が崩壊し、その2年後にミラノで死去した。ありがとうございます。